はようございます。釣り子 TV です。このルアー、ね、メガバスの X30 っていうね、超小型ミノーですね。結構ね、思い出はたくさんあるルアーなんですけども、メガバスのね、ホームページを見ると、もう、型落ちというかですね、そうですね、今の現行のラインナップにはいなくなってしまっていたんですね。SNS でそんな記事を、見かけて、このルアーにはね、いろいろお世話になったんで、久しぶりにね、使ってみようかなと思ってね、こんな釣り、やってきてました。まずはこちらをご覧ください。おーしゃ。なんだ。これ。シバスだ。シーバスか。シーバスか。いやー、なんとかするわ。シーバスか。取れるかな。メガバスの X マルキン久しぶりに持ってきてみたらなんかいい感じでシーバス釣れちゃいましたねえ、懐かしいでしょう。マイクロベイトパターンですかね。デイタイムの岸壁に潜むやつ、こんなのがいるんだね。じゃあ逃がしてあげます。はい、というわけでね、壁沿いでちょんちょんやってたらね、元気のいいデイタイムのシーバスが釣れてくれましたよっていうことで、この X30 ね、シーバスに限らず本当いろいろな魚種でね、活躍してくれるっていうね、そんな感じのルアーなんですよね。トラウトとかもちろんですね、あとはまあ海外に行った時に、なんかわかんないけどなんかね釣ってみたいなとかね、なんか小さなルアーだと反応するんだよなって、そんな時にねこれを投げるとね、結構色とりどりな魚が釣れてくれたりしてですね、ボックスに一つ隠しておくと何かとね、便利なルアーなんですけども、残念ながらね現行のラインナップからはね外されてしまったということで、見ていくとまあこの小粒なボディの中にこのねすごい薄いねリップがついていて、これがねすごい小気味よくね動いてくれて、でトゥイッチを入れるとね、こんななりですけど、結構ギラッギラッギラってねすごいね 3D ダートしてくれてですね、それにたまらずね魚が食いついてくれる。で針がねダブルフックが標準装備なんですけども、これはちょっとね違う針に変えてるかな。この針の向きを変えることによって、かける仕様と、これをね逆につけるとね、まあ障害物とかね避けてくれるっていうね、そんなモードをね、釣り場ですぐにね調整できるっていうね、そんなところもね使いやすかったななんていう風に。もともとはですね、スポーニングシーズンのブラックバスとかね、釣るのにね開発されたなんていう経緯が確かあったはずなんですけども、確かにねこれスポーニングシーズンにねバスの目の前でねヒラ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 させるとねイライラしてねバクーってね、食いついちゃうんですね。あーこんな釣りがあるんだななんて当時ね、なんだろう、初めて、あフラグでこうやって反応させる釣りがあるんだなんていうのを勉強したのもねこの X30 だったなね。あとはこれが出た当時ね、ほんとメガバスのルアーって非常に買いづらいね、どれももう人気でなかなかね、入手困難な時代だったんですけども、この X30 は比較的まあそんな中でもまあちょっと買いやすかったかななんていう印象で、これは97年なんていう風に書いてあるかな。もうね結構ずっとね昔からボックスの端っこにね入れているやつなんですけども、結構いろんな魚種釣りましたね。ね、今回はねこのシーバスのなんかマイクロベイトとか吐く食ってんじゃねえかみたいなね
そんな感じの、シーバスが連れてくれたんですけども、まあ、こんな色の他にもね、例えばお気に入りだと、この色も結構好きだったな。白くて透明で、でもね、メガバスならではの、こんな小さなボディなのに、すごい丁寧にね、色が塗られていてですね、釣れる気にさせてくれるっていう。これはオリジナルのフックじゃないかな。うん。こんな感じのね、ダブルフックがついていて、で、ちょっと海で使うときとかは、まあ、こういう少しね、軸線の太いね、ダブルフックに変えてみたりして使ってるんですけど、まあ、動きはね、あんまりね、変わらなくてね、使いやすい。ね。あとはね、まあ、こんな感じのカラーね。まだまだね、家のボックスアサルト、いっぱいあるんですけども、こういうね、視認性のいいカラーで、こう、なんだろう、やったりとかね、そういう、使い方する。まあ、何にしても本当、もう、小指の先ぐらいのサイズなんで、まあ、これね、でも、遠目でもね、非常に、視認性が良くて使いやすいカラーなんですけど、そんな感じでね、X30 ね、X マルキンなんてあだ名がついていたかな。うん。まあ、中古ルアー屋さんとかね、あとトラウトコーナーとかを覗くとね、まだ、まあ、並んでいたりして買いやすかったりするかと思いますので、現行品で新品でっていうことは、まあ、しばらく復刻とかない限りないのかなっていう感じなんで、これね、持ってると本当いろんな釣りにね、ルアーでトライできちゃうっていうね、いいルアーなんでね。あー、そっか、X30 廃盤かーなんてね、思ってね、トラウトコーナーにないかなーと思ったら、まあそっちの方にも載ってなかったんで、まあちょっと本当現行からは型落ちかもしれないので、久しぶりに使ってみたところ、まあちょっと短時間の使用でしたけどね、バシッとね、面白いね、シーバスが釣れてくれたんで、動画にまとめてみました。ね。あー、そのルアー、うん、俺も買った、好きだった、なんていう人はね、ちょっと思い出して使ってあげると、X30 たちも喜ぶんじゃないかな、なんていう風に思います。はい。というわけで本日の釣り講 TV はこちら、メガバスのですね、型落ちしちゃったルアーかな、X30 ね、改めて使ったら、面白い魚が釣れたよ、こういった動画でした。はい。釣り講 TV でした。また会おうぜ。